いけるいける。ファイト。戦ってる場合じゃないぞ。なんか、折ってんだけど。戦ってるよ。戦ってる場合じゃないって。はい、それではね、やっていきましょう。パークがね、うまく刺さればいいんですけどね。今回は、旦那。そうだね、旦那と一緒に、おそらく、ベルちゃんだと思うんで、宿敵とね、戦っていければいいかなと思います。お札2枚目だね。いいっすね。お札、あ、3枚目あった。お札はですね、絶対出入り口に置いといてください。これがね、あるとないとじゃね、サバイバーの生存率がね、変わってくるんで、大きく。チェイスしてる人がこのお札パッて貼れば、ベルちゃんとかキラーは、なんつうのかな？そう、チェイスを途中で中断しないといけなくなるんで、その間にね、スタミナ回復させて、再度チェイスって形ですかね。あ、ベルちゃんだね、ベルちゃん。使って、使って。ここら辺は結構長めにチェイスできると思います。オッケーオッケー。どこ浄化あったあったあった。ちょっと浄化のポイントが偏ってますね。このゲームね、偏りがねマジで致命的なんですよ。キラーたちはね、そうそうそう、クールタイムを挟んでなんだけど、高速移動ができるんで、すぐね巡回してこれるんですよね。だからなるべくね、このゲーム最終的な供物の浄化のポイントっていうのは偏らせないようにするのがコツです。ほんと上手い人は来てね。そうそう、その偏ったのをいいことにすごい邪魔してきますから。あと、バレてはないと思う。あとあれ、スキルチェックがね、このゲーム結構頻繁に発生して、そう、いいタイミングでね、巡回してくるんですよ。だからそれで、浄化のゲージがね、ぐんって減ったりして、そう、効率が悪くなるんですよね、すごく。今のですね、来るか。そう、今みたいな感じのタイミングで来られる。いや、いた。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。いい度胸してんね、ティム。あいつが近くにいるのに。あんまどっか行ったかな、別のとこ行ったかも。いやいやいや、そこ襲ってるわ。来いよ。ティム逃げて。来るぞ。そう、今みたいなタイミングで来られると、ゲージごっそり減ったでしょう。スキルチェック失敗とみなされて。そう、あ、はいはいはい、なんかどっちつかずの状態だったね。そう、偏っちゃうと、その頻度が上がる、失敗しやすい頻度が上がるから、ほんと偏らないようにうまく連携をとって、浄化していくのがベストですね。最近だと簡易的なんだけど、2個目いったね。簡易的なんだけど、そう、チャットでね、テーブルみたいなのがもう決まってて、それでまあ連携が取りやすくなってる。あと、そこだけだね。来んなよ。旦那さん、私を守って。
あ、決まらん、決まらん。ちょっと取り高。来てる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 。来いよ。あ、ちょっとこれしんどいね。結構離れてる、供物が。だから別々、別々っていうか交互にやっていく感じでやれば最終的には勝てますよ。そこでうちのスキルがね、輝かせたいところなんだけどね。来そうな気もするけどやろうか。あー、まだこっち全然だった。よし、来た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 。見てください、通常よりか結構増えたんじゃないですか。はいはいはい。あ、ダメ。いけるいける、ファイト。戦ってる場合じゃないぞ、戦ってる場合じゃないぞ。浄化するのに集中しないと。戦うのはその後よ。よし、来た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 。軍上がり。そっちそっち浄化して、そっち浄化して。離れてるから、ファイトじゃないって、ファイトじゃないって。あと1個だって。あ、俺に今エール送ったんかな、耐えてって。そういった意味合い。いや、戦ってる。ん、戦ってる戦ってる、下で。逃げて逃げて。あ、竹取りしてくれてんのかな、竹取りしてくれてるだと思う。よし、そっち浄化しよう。待ってて、そこそこ済ます。もう終わりでしょ。いや、あー、全然進んでなかった。あれ、誰もやってなかったってことかね。やらないとやらないと、殴ってる場合じゃないよ、やらないと。殴らないでもう浄化、浄化しよう、浄化。うん、術で殴ってもね、スターンしないからね。トラップ来てる？来てないよティム。やんないとやんないと。来て来て来て、手伝って。ティム来て、ティム来て。やばいやばい、うまくいかん。 なんで来ないの。ティムティム、ここで終わりだって。ティーム来てよ、なんで来んかったの。絶対浄化できてたって、2人だったら。なんかた、え、折ってんだけど。戦ってるよ、戦ってる場合じゃないって、戦ってる場合じゃないって。浄化だって、あと1体だって、あと1体。あれ、嘘、倒したんだけど、まだ2体しか浄化してないよ。え、初めて見たこれ。え、に2体で倒したよ。クモツ2体浄化しただけで倒したよ。何これ、初めて見た。あのね、クモツなんですけどね、そう、クモツを浄化していくことによってダメージは与えられるようになっていくんですよね。0個、浄化が0個だと全く与えられないけど、1個2個って浄化していくにつれてダメージを与えられる量が増えていくんだけど、でもね、そんなね、大ダメージって与えられないんですよ、3個目浄化した時に比べて。なんだけど倒しちゃいましたね。そういうことか。あれだ、ゲージがね、供物のゲージが溜まってなかったのって、旦那たちが懸命に攻撃してたんじゃない？一
ひたすらひたすら。だから、あの、戦いに集中しててゲージが上がってなかったんだと思う。でもさ、どんだけ攻撃したの？結構攻撃しないと倒せないでしょ、2個目の浄化だと。うん、経験上そんなダメージ3つ目に比べたら食らわないんですよ、キラーで。あの、うん、やったりしてるけど、うん、まあ相当ダメージ与え、相当攻撃したんでしょうね。だから、あの、ティムは、最後に見たティムはね、追っていって術で殴りまくってたんだね。これはいけるぞ、絶対いけるぞって信じて、で結果トラップ最後引っかかって倒しましたね。はい、ということで本日はですね、そうだね、バーサーカーティムたちの猛攻によってね、そうですね、初めて供物2個の状態でキラーを倒すのを目撃できました。いや、なかなかな神回ですねよかったよかった。はい、ということで本日はですね、ここまでとね、させていただきます。ご視聴ありがとうございました。それでは、島津のホームスイートホームサバイブになりました。失礼させていただきます。バイバイ。チャンネル登録、コメント、高評価していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。